日本の戦闘機開発もここまで来たかと感じたジェットエンジンが誕生しています。 IHI 製 XF9 プロトタイプジェットエンジンです。小型なのに打火出力のジェットエンジンなんですよ。では詳しく見ていきますね。 F2 次期ステルス戦闘機開発も進んでいるし、今後の展開にはワクワクしてきますね。量産化が進むかな。2020年11月時点で、日本の航空自衛隊の F2 戦闘機を代替する。新型戦闘機開発の行方は、全体のマネジメントを三菱重工業が行う、いわゆるプロジェクト形式で進むと見られている。これは、これまで、戦闘機を構成する要素、例えば機体そのものや機関部、兵装、レーダーセンサー類などを個別の契約を結ぶ方式であったものを抜本的に改めたものとも感じられる。三菱重工業に対して開発支援を行う企業にはアメリカのロッキード、マーチン社とノースロップ・グラマン社の連合をはじめ、ボーイング社とイギリスの BAE システムズ社が名乗りを上げている。この3つの候補先からその提案内容を勘案して絞り込みを行い、現時点の予定では2020年内中に最終的に1社を決定し、2021年から具体的な開発に入るものとされている。先の3つの候補先を見た場合、やはり現在はアメリカとその同盟国側がこぞって採用している第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2を手掛けるロッキード・マーチン社がリードしているように映る。ボーイング社はこのところ新型機ではロッキード・マーチン社の後塵を拝している感が否めず、また BAE システムズ社は本国で新型戦闘機テンペストを手掛けてはいるが、決め手に欠ける。個人的には現状の F2 戦闘機開発に際しても旧ジェネラルダイナミクス社で現ロッキード・マーティン社の F16 戦闘機をベースにせざるを得ず、日本独自の使用が困難だったことが頭をよぎる。この状況は今のアメリカ、そしてロッキード・マーチン社でも大幅には変わっていないと思われ、そうした意味では BAE システムズ社を選ぶ方が技術移転には適しているように感じられる。しかしかつての F2 戦闘機開発と比べて大きく異なる点があり、これは戦闘機を構成する要素の中でも最も重要なものの一つである機関部、エンジンのない成果のめどがついていることだ。この機関部は日本の IHI 社が開発した XF91 と呼ばれる形式のエンジンであり、2018年6月には同社によってその試作機1機がすでに防衛装備庁に納入されており、量産化を待つ状態にある。 XF91 は小型でありながら大出力を目指したエンジンであり、アフターバーナー使用時には約15トン以上の推力を発揮し、未使用時でも11トンを超える推力を実現しているという。これは、例えば、現行の F-15J イーグルの機関部と比較した場合、その、プラット&ホイットニー社製 F-100 と同サイズながら、それを上回る。推力を達成しており、
カタログスペック上は申し分がない。 XF91 は実証実験機としてその名を知られる X に通称シンシンに搭載されていた IHI 社の XF51 エンジンから生み出されたものだが、実に推力はその3倍にも強化されている。ちなみにアフターバーナー使用時は約15トン以上の推力だと紹介したが、アフターバーナーとはジェットエンジンの排気にさらに燃料を噴霧して加速させ、高出力高推力を得る仕組みのことだ。よく戦闘機のエンジンの性能を語る上で用いられる仕組みではあるが、実はこれはアメリカのジェネラルエレクトリック社製エンジンの同機能を指す商標登録済みの固有名詞である。よってジェットエンジンの排気にさらに燃料を噴霧して加速させ、高出力高推力を得る機能は一般名詞としては推力増強装置、オーグメンターと呼ぶのが表現としては正確と言えるようだ。ただしオーグメンターやその一部のアフターバーナーは確かに推力を増加させ瞬間的な速度を得ることは可能だが、同時に燃料消費量が多く戦闘機がこれを多用することは実用的ではない。ことにステルス性能を追求した第5世代戦闘機では、その機体形状からも搭載できる燃料は少ないことが望ましいこともあり、 F-22 ラプター戦闘機ではそれを使用しない超音速巡航が可能となっている。この傾向は当然日本の次世代戦闘機にも求められると考えられるため、 XF91 は11トンをベースとした推力を発揮するエンジンだと考えた方が実情には即しているだろう。アメリカの F-22 ラプター戦闘機やロシアの SU-37 および57などは排気を行うノズルの向きを可変させ、機体そのものの運動性能を向上させる機構を持つが、 XF-91 も同様の機構が検討されている。これは2019年に幕張メッセで行われた MAST アジア2019で防衛装備庁が公表したもので、 XF91 に取り付ける水力変更ノズルが展示され、最大20度の角度に排気方向を変化させると紹介された。量産での実用化に向けて着実に準備が進みつつあると感じられる XF91 エンジンだが、想定通りの性能を発揮し国産の戦闘機エンジンの礎となることに期待したい。